久保さん、赤木ってあれなんですね僕知らなかったんですけど天のスピンオフだったんですねスピンオフにしては相当 <laughs> 作り込まれてる感じでまあ赤木の多分こっちのスピンオフの赤木の方が有名になったんじゃないかなっていう僕ね天は知らない知らないっていうかまあ聞いたことあるんですけど4あも内容知らないんですよ天は、うん、銀と金と天っていうのは知ってるんですけど見てないんですよね 赤木だがとりあえず僕好きで。うん。僕ね、麻雀できないんですけど、この赤木が超好きなんですよ。めちゃめちゃ好きで。何なんですかね、麻雀のルールも知らないし、できないけど赤木見れるんですよ。めっちゃ面白いし、なんか心理戦がすげえ面白いんですよね、これ。うん。そう。そう。赤木のね、僕の名シーンがね、あの、なんかその、 誰とやった時か忘れましたけど、その、ピンが1個置いてあって、それを赤木が読んで帰るんですよ。お赤木待て、帰るのかみたいな。もう、手配は読んでるみたいなね。それはそれだ、みたいな。別にいなくてもわかる、みたいな。で、あーみたいな。で、本当にそうなのか、赤木の言う通りそうなのかと <laughs>。こう倒して、本当にそうっていう。なんすかね、あれ、何のシーンだっけな。 赤木名シーン赤木名シーン赤木の名シーンですあのね一、うん、1個だけ残ってるやつがあるんですよ まあいいやそう、まあ、まあまあ赤木さんのねあのねいいのがねもうなんかね、うん、まあいろいろあるんですけどねなんかそのなんすかね、うん、なんかねそうそう死を恐れてないというかうん,なん死を死死 人間って一番死ぬのが怖いんだけどもう赤木は死に対してすごく冷酷というかうんなんかそのそれは死を受け入れているというかうーん,なんかまあそういうシーンが何度もありましたね僕はもう赤木の最後僕はあの鷲津麻雀まで漫画でしか見てないんですよ アニ,メかアニメでしか見てないんでアニメで描かれてるのがワシズマージャンで終わりなんですよ多分漫画の方はその後も多分連載は続いてると思うんですけども僕はアニメで見てたんでうんでもなんか死を恐れない感じがねすごいなーっていうなんかだからもう本当にねすごいんですよ普通じゃ貼れないところ貼ってくっていうねうんこ赤毛はめちゃめちゃ面白いですよ本当に めちゃくちゃ好き、うん、はいいってらっしゃい